本日はエンジニアフレンドリーシティ福岡アワード2022セレモニー&カンファレンスにお集まりいただき誠にありがとうございます。エンジニアフレンドリーシティ福岡アワードはエンジニアが集まる、活躍する、成長する街福岡を推進するため、日々知識技術の習得や技能向上に取り組み、企業や社会などに貢献する福岡のエンジニアの活動をより活発なものとし、またその活動を取り巻く環境を向上させていくことを目的として開催いたします。表彰式のほか、基調講演やエンジニアフレンドリーシティ賛同企業インタビューなどの各セッションをどうぞ最後までお楽しみください。ご挨拶申し遅れました。本日司会を務めます染谷すみれと申します。よろしくお願いいたします。それではまずはじめに主催者を代表いたしまして、福岡市経済観光文化局長天本俊明より皆様へ挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは、福岡市経済観光文化局長の天本でございます。どうぞよろしくお願いします。本日は市長の高島が来場の上ご挨拶および表彰状を授与させていただく予定でございましたが、急遽スケジュールの都合により残念ながら出席ができません。メッセージを預かっておりますので、私の方から代読させていただきます。エンジニアフレンドシティ福岡アワードセレモニー&カンファレンスにご参加いただき誠にありがとうございます。今年1年振り返りますと、世界では Web3 時代に向けてブロックチェーンの活用が進んだり、さまざまな企業がメタバース産業に参入したり、世界に衝撃を与えるような画像生成 AI がリリースされるなど、先端技術を活用して新しい産業を拡大させる動きが急速に進んでいます。こうした動きに欠かせないのがまさにエンジニアであり、今後ますます皆さんへの期待が高まっていくものと考えております。福岡市としてはエンジニアの皆さんが仲間やライバルとともに切磋琢磨しながら成長して活躍できるような街にしていくために、エンジニアフレンドリーシティを宣言してさまざまな取り組みを進めてまいりました。その一つがアワードです。今年も多くの企業やコミュニティの皆さんにエントリーいただきました。どれも素晴らしい取り組みでしたし、エンジニアとエンジニアでない方が一緒になって社会課題の解決につながるプロダクトを開発したり、学生がお互いを刺激し合って成長につなげていくようなコミュニティが新しく誕生していることは、エンジニアフレンドリーシティの取り組みが広がっていることを感じることができ、大変嬉しく思っております。また今年は新たに開催したエンジニアドリブンデーでは、学生を中心にソフトからハードまで幅広いプロダクトをご応募いただきました。どの作品もアイデアが面白く、技術力の高いものばかりで、若い方のこれからの可能性を感じることができました。さらにブラッシュアップして福岡発のプロダクトとして羽ばたいてほしいものと期待しております。残念ながら今回受賞に至らなかった方も、次回もぜひご応募いただきたいと思っております。今日は全国で活躍するゲストに開発の舞台裏や最新の技術トピックをお話しいただいたり、エンジニアフレンドリーな企業のテオクセッション、さらには交流会も行います。このイベントをきっかけに皆さんのさらなる成長につなげていきたいと思っていますし、ますますのご活躍を期待しております。令和4年12月17日福岡市長高島総一郎、以上代読させていただきました。本日は誠におめでとうございます。天本局長ありがとうございました。それではここでエンジニアフレンドリーシティ福岡アワード2022表彰式を執り行わせていただきます。福岡のエンジニアコミュニティ文化の発展に貢献する
エンジニアコミュニティや、エンジニアが働きやすい環境づくりや成長につながる取り組みなどを行い、エンジニアを取り巻く環境の充実に取り組む企業・団体の表彰を行います。また、今年からはプロダクト開発部門を新設し、ハッカソンコンテストエンジニアドリブンデーにて優れたプロダクトを開発した個人・チームの表彰も行います。本日はコミュニティ部門5団体、企業部門5社、プロダクト開発部門3チームを表彰させていただきます。表彰プレゼンターは天本局長です。まずはコミュニティ部門の表彰から行わせていただきます。コミュニティ部門受賞の皆様には賞状とトロフィー、またコミュニティ活動の助成として10万円相当の金券が副賞として贈られます。それではまずコミュニティ部門1団体目は、認知症フレンドリーテック様です。認知症フレンドリーテック様は、認知症に関する課題をテクノロジーで解決しようとする活動テーマや、エンジニアでない方も巻き込んで活動を行っている点が評価されました。おめでとうございます。どうぞステージにお進みください。まずは賞状が授与されます。表彰状、エンジニアフレンドリーシティ福岡アワード、コミュニティ部門認知症フレンドリーテック様。キー団体はエンジニアの情報共有及び課題解決や技能向上に取り組まれ、エンジニアコミュニティ文化の発展に貢献し、エンジニアフレンドリーシティ福岡の推進に大きく寄与されました。よってここにその功績を称え表彰いたします。令和4年12月17日福岡市長高島総一郎。おめでとうございます。続いて副賞が授与されます。続いてトロフィーが授与されます。それでは写真撮影を行います。そのままトロフィーをお持ちになってカメラの方へお願いいたします。おめでとうございます。どうぞご講談ください。続いてコミュニティ部門2団体目は、テンジニア福岡様です。テンジニア福岡様はコミュニケーションアプリを使用した常に交流できる場作りや情報発信も盛んに行うなど、活動が活発である点が評価されました。おめでとうございます。どうぞステージにお進みください。まずは賞状が授与されます。表彰状、エンジニアフレンドリーシティ福岡アワード、コミュニティ部門テンジニア福岡様。以下同文でございます。以下同文でございます。すみませんでした。続いて副賞が授与されます。続いてトロフィーが授与されます。それでは写真撮影を行います。カメラの方へお願いいたします。おめでとうございます。どうぞご講談ください。続いてコミュニティ部門3団体目は、里犬かっこ仮様です。里犬かっこ仮様は、
エンジニアでない方も参加しやすいテーマを設定して活動するなど、誰でも参加しやすい環境を構築している点や、長年活動を継続されている点が評価されました。どうぞステージへお進みください。まずは賞状が授与されます。表彰状エンジニアフレンドリーシティ福岡アワードコミュニティ部門佐渡県かっこ仮様以下同文でございます。おめでとうございます。続いて副賞が授与されます。続いてトロフィーが授与されます。それでは写真撮影を行います。おめでとうございます。続いてコミュニティ部門4団体目は、ハック福岡様です。ハック福岡様は多様な言語でのコミュニケーションを大事にし、多言語に対応したイベントの開催などグローバルな活動を行っている点が評価されました。おめでとうございます。どうぞステージへお進みください。まずは賞状が授与されます。表彰状エンジニアフレンドリーシティ福岡アワードコミュニティ部門ハック福岡様以下同文でございます。おめでとうございます。続いて副賞が授与されます。続いてトロフィーが授与されます。それでは写真撮影をお願いいたします。おめでとうございます。どうぞご講談ください。コミュニティ部門最後の団体は、GBEC 福岡ブロックチェーン勉強会様です。GBEC 福岡ブロックチェーン勉強会様は、先端技術を初心者でも学べるようウェブサイトで動画配信をしている点や、コミュニティの継続性を考えたイベントを実施している点が評価されました。おめでとうございます。ステージへお進みください。まずは賞状が授与されます。表彰状エンジニアフレンドリーシティ福岡アワードコミュニティ部門 GBEC 福岡ブロックチェーン勉強会様、おめでとうございます。続いて副賞が授与されます。続いてトロフィーが授与されます。それでは写真撮影を行います。おめでとうございます。どうぞご講談ください。続いて企業部門の表彰に移らせていただきます。部門受賞の皆様には賞状とトロフィーが贈呈されます。それでは企業部門1社目は、JR 九州システムソリューションズ株式会社様です。JR 九州システムソリューションズ株式会社様は、
就業中のリフレッシュウォーキングなど働きやすい環境を整備している点や、プログラミング教室を実施し未来のエンジニア育成を積極的に行っている点が評価されました。おめでとうございます。どうぞステージへお進みください。まずは賞状が授与されます。表彰状、エンジニアフレンドリーシティ福岡アワード、企業部門 JR 九州システムソリューションズ株式会社様。記者はエンジニアが働きやすい環境づくりや成長交流促進およびエンジニアコミュニティ支援に取り組まれ、エンジニアフレンドリーシティ福岡の推進に大きく寄与されました。よってここにその功績をたたえ表彰いたします。令和4年12月17日福岡市長高島総一郎。おめでとうございます。続いてトロフィーが授与されます。それでは写真撮影を行います。そのままトロフィーをお持ちになってカメラの方へお願いします。おめでとうございます。どうぞご講談ください。続きまして企業部門2社目は、株式会社キャッチアップ様です。株式会社キャッチアップ様は裁量労働制やフルリモートを採用し働きやすい環境を整備している点や、企業としてオープンソースに貢献している点が評価されました。おめでとうございます。どうぞステージへお進みください。まずは賞状が授与されます。表彰状、エンジニアフレンドリーシティ福岡アワード、企業部門株式会社キャッチアップ様、以下同文でございます。おめでとうございます。続いてトロフィーが授与されます。それでは写真撮影を行います。おめでとうございます。どうぞご講談ください。続きまして企業部門3社目は、スチームパンクデジタル株式会社様です。スチームパンクデジタル株式会社様はシックデイ制度の独自の取り組みはフレックスタイム制の導入など働き方の柔軟性が高い点や、コミュニティへの支援を積極的に行っている点が評価されました。おめでとうございます。どうぞステージにお進みください。まずは賞状が授与されます。表彰状、エンジニアフレンドリーシティ福岡アワード、企業部門スチームパンクデジタル株式会社様、以下同文でございます。おめでとうございます。続いてトロフィーが授与されます。それでは写真撮影を行います。おめでとうございます。どうぞご講談ください。続きまして企業部門4社目は、
株式会社みんなの銀行、ゼロバンクデザインファクトリー株式会社様です。株式会社みんなの銀行、ゼロバンクデザインファクトリー株式会社様は、裁量労働制やリモートでの開発環境の整備など、金融業界として新たな取り組みをされている点や、資格取得補助制度などスキルアップにつながる環境整備を行っている点が評価されました。おめでとうございます。どうぞステージへお進みください。まずは賞状が授与されます。表彰状、エンジニアフレンドリーシティ福岡アワード、企業部門、株式会社みんなの銀行、ゼロバンクデザインファクトリー株式会社様、以下同文でございます。おめでとうございます。続いてトロフィーが授与されます。それでは写真撮影を行います。おめでとうございます。どうぞご講談ください。続きまして、企業部門最後の受賞は、西部ガス情報システム株式会社様です。西部ガス情報システム株式会社様は、ワークライフバランスを考えた女性の活躍推進に向けて取り組んでいる点や、さまざまなイベントに登壇するなど、コミュニティ活動も活発である点が評価されました。おめでとうございます。どうぞステージへお進みください。まずは賞状が授与されます。表彰状、エンジニアフレンドリーシティ福岡アワード、企業部門、西部ガス情報システム株式会社様、以下同文でございます。おめでとうございます。続いてトロフィーが授与されます。それでは写真撮影を行います。おめでとうございます。どうぞご講談ください。続きまして、プロダクト開発部門の表彰に移らせていただきます。部門受賞の皆様には、賞状とトロフィー、また活動助成として10万円相当の金券が副賞として贈られます。では一チーム目は、8pm to 5am 様です。 8pm to 5am 様は、技術者のコミット履歴を可視化するアイデアと、多くのエンジニアがインストールしているアプリケーションを使用しており、開発実装がシンプルである点が評価されました。おめでとうございます。代表者の方、どうぞステージへお進みください。まずは賞状が授与されます。表彰状、エンジニアフレンドリーシティ福岡アワード、プロダクト開発部門、 8pm to 5am 様。キーチームは、独創的発想とその卓越した技術により課題解決に取り組み、エンジニアとして成長し、魅力あるプロダクトを制作され、エンジニアフレンドリーシティ福岡の推進に大きく寄与されました。よってここにその功績を称え表彰いたします。令和4年12月17日福岡市長高島総一郎。おめでとうございます。続いて副賞が授与されます。そ
そしてトロフィーが授与されます。それでは写真撮影を行います。カメラの方へお願いいたします。おめでとうございます。どうぞご講談ください。続きましてプロダクト開発部門2チーム目は、エルタグ様です。エルタグ様は専門家の意見も取り入れて高い技術力で開発されている点や、利用者が使いたくなるようなプロダクトである点が評価されました。おめでとうございます。どうぞステージへお進みください。まずは賞状が授与されます。表彰状、エンジニアフレンドリーシティ福岡アワード、プロダクト開発部門、エルタグ様、以下同文でございます。おめでとうございます。続いて副賞が授与されます。続いてトロフィーが授与されます。それでは写真撮影を行います。おめでとうございます。どうぞご講談ください。続きましてプロダクト開発部門最後のチームは、デブロール様です。デブロール様は名刺と SNS を組み合わせたアイディアと新しい技術を取り入れてアップデートし実装している点が評価されました。おめでとうございます。どうぞステージへお進みください。まずは賞状が授与されます。表彰状、エンジニアフレンドリーシティ福岡アワード、プロダクト開発部門、デブロール様、以下同文でございます。おめでとうございます。続いて副賞が授与されます。続いてトロフィーが授与されます。それでは写真撮影を行います。おめでとうございます。どうぞ皆様ご講談ください。それではこの後受賞者の皆様と天本局長による写真撮影を行います。天本局長、受賞者の皆様ありがとうございました。どうぞご講談ください。エンジニアフレンドリーシティ福岡アワード2022表彰式を終了させていただきます。続きましてエンジニアドリブンデー企業賞の表彰を執り行わせていただきます。エンジニアフレンドリーシティ福岡が開催したハッカソンコンテストエンジニアドリブンデーで開発ツールを提供していただいた企業が独自の視点で選定した個人チームを表彰するものです。受賞された皆様には副賞が授与されます。
GMO ペパボ賞とプロゲート賞の2つの賞でそれぞれ1団体ずつ表彰されます。まずは GMO ペパボ賞から表彰を行います。プレゼンターはエンジニアフレンドリーシティ福岡事務局荒牧啓司です。ステージへお進みください。それでは発表いたします。エンジニアドリブンデー GMO ペパボ賞はエルタグ様です。それでは GMO ペパボ賞に選ばれたエルタグ様につきまして GMO ペパボ株式会社よりコメントをいただいております。エンジニアドリブンデー GMO ペパボ賞の受賞おめでとうございます。 NFC と LINE で時間軸を超えたメモツールということでその技術力の高さをさることながら何より実際にユーザーテストを実施されている点が非常に優れたチームとプロダクトだと感じました。また技術やアイデア自体は視覚障害の方やお子さん向けアパレルのタグなど他の場面でも応用が効きそうだと感じ今回 GMO ペパボ賞として選定させていただきました。今後もそのチーム力を生かしてプロダクトの開発を期待しております。それでは副賞の授与です。副賞はすずり by GMO ペパボ5万円分のクーポンです。続いて写真撮影を行います。そのまま商品をお持ちになってカメラの方へお願いいたします。おめでとうございます。どうぞご講談ください。続いてプロゲート賞の表彰です。エンジニアドリブンデープロゲート賞は仲間の仲間様です。それではプロゲート賞に選ばれた仲間の仲間様につきまして株式会社プロゲートよりコメントを動画でいただいております。ご覧ください。エンジニアフレンドリーシティアワード2022に参加している皆さん、こんにちは。株式会社プロゲートの宮林と申します。福岡まで、実際に足を運んで皆さんにお会いしたかったんですけども、どうしても都合がつかず、動画を通してのメッセージで失礼いたします。今回、皆さんの作品を拝見したんですけども、予想以上に力作が多くて選ぶのが本当に大変でした。その中でも、僕たちのビジョンである誰もがプログラミングで可能性を広げられる世界と重なるプロダクトを感じたことからみんなでそのゴジアプリ仲間の仲間さんにプロゲート賞をお送りさせていただきます。こちらですね。僕たちのデザイナーが作った商品ですのでぜひご活用いただけますと嬉しいです。またツイッターとかでのシェアでもぜひお願いします。最後になりますが参加者の皆さん運営の皆さん本当にお疲れ様でした。これからの活躍も応援しております。それでは副賞の授与です。副賞は iPad 1台とプロゲートオリジナルグッズです。写真撮影を行います。おめでとうございます。どうぞ皆様ご講談ください。